はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざりょうじでございます。ひろあき様、まさのぶ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ありがとうございました。沖縄県名護市市長選挙結果、これ辺野古があるところみたいであります。オール左翼で基地移転反対の岸本洋平を破り、自公推薦の戸口武豊現市長60歳が勝利いたしました。まあこちらですね、岸本というオール左翼の候補は新人だそうであります。こいつね、選挙ポスターに米軍コロナに負けないでみたいなことを書いちゃって、それちょっとまずいんじゃねえのって、後で修正したような、嘘をためらわない左翼に必要な資質を兼ね備えた候補のようであります。ネットの反応です。左翼また負けたんか。米軍追い出したら仕事なくなるし、左翼って負けると民意って言わなくなるよね。極左 VS 自民左翼、まあ現市長もですね、やや左、決して右ではないっていう感じらしいんですけど、左翼は本土で騒いでいただけだし、オールを名乗ってるのに少数派、オール沖縄とか名乗ってるみたいなんですけど、まあその実態はオール左翼ですよ。立憲共産社民令和推薦みたいなね。左翼のお通夜会場はこちらですか。次はデニー落とせ。年代別の投票結果がですね、これ出てたんですけど、見事なですね、弱、弱、有、老、左になっておりました。緑が自公推薦の現市長ですね。で、青が、オール左翼の候補なんですけど、見事にですね、若者ほど現職を支持。で、高齢者ほど左翼を支持と。見事な世代間分断がなされちゃっておりますけれども、ネットの反応です。この傾向すごい。左翼の高齢化すごすぎ。左翼の設定じゃ高齢者が保守で若者がリベラルなんだが、全くの逆。もうオール左翼が勝つことはないな、これだと。これは強烈。俺が左翼なら絶望で頭がおかしくなる。70代だけ情報から取り残されてるんだな。オール左翼、オール沖縄、改めオールド沖縄に改名しては59歳以下は右派優勢というか、まあ、現職優勢なんですけど、まあ、60代が拮抗しておりますね。50-50でね。70歳以上で左翼が優勢、もう8割左翼、テレビしか情報源がない割合なのかな、これな。情報源の差が出ちゃったのかな。まあテレビ見てですね、ネットを見ずにテレビ見て沖縄タイムスか琉球新報読んでたら、あら不思議、無自覚左翼の出来上がりっつうようなもんですよね。オール左翼候補はですね、徹底的に反米軍基地反対を訴えて、選挙戦戦ったようであります。現職候補はですね、基地とか米軍には触れずにですね、給食費無料化しただの、子供医療費無料化しただのという実績や、まあ地道な政策を訴えてですね、これも十分左っぽいんですけど、給食費無料化とかね、豊島区では反対しました、私。豊島区でですね、給食費の補助してくれやっていう陳情出たんですけど、自民さんにこれってどうなの聞いたらですね、いやーこれはあれなんですよね、生活一部分生活保護しちゃうようなことになりますんで、自民としては反対ということで、うん、なるほどな。まあ給食費豊島区で無料化しちゃったらですね、ひどい親がいて、給食で頑張って食ってこいなんつって自分家では飯食わせるようなひどい親も現れるかもしんねえ。部分的な生活保護と言えなくもない給食ただでこうした。これね、豊島区では
手待ちにしか取ってないんですよ今給食費の、材料費は補助してんです。で、あの給食センターとか配送とかでかかる手待ちんだけをいただいてんですけれども、まあこれもタダにしろって、左翼が陳情してきたのを反対した。私もなるほどな、生活保護、部分的生活保護になっちゃったんではダメだよな、そんなの甘えをですね、左翼はまああの甘ったれてますから、とにかくあの甘え切ってますからを助長することになると思って反対いたしましたけどね。この名護市では給食費無料化されているみたいであります。十分左っぽいな、自公推薦というのもなんて私からすれば思いますけれども、まあ極左からすれば右なんでしょうね、こういう人らもね。極の私からすっと左なんですけど、現職名護市長ね、なんせあの日本改革党は極右政党ですからまあね、まああのあれですわな、65歳以下の現役世代はそりゃね、あの現実的な訴えを選びますよね。60代で拮抗して50、50で分かれてるんですけど、もしかしてあの65歳っていうのが境なのかなって思ったりね。65歳でまあ定年退職、現役引退するとですね、まあ景気もあの自分の生活関係なくなりますよね。まあ産業とかですね、仕事が増えたとかそんなのも関係なくなりますよね。経済縮小のデフレの方が物価が下がって、まあ、生活しやすくなるしね、年金の額が変わらないとしたら物の値段安い方が、つまりデフレの方が年金生活者なんかは歓迎する。で65歳で分断されてるのかなって思ったりね。70歳以上人口が増えることは決してないのだから、高齢者が退去して沖縄に移り住むとかない限り、年取ってですね老後を過ごすんだったら沖縄とかいいですよね。寒いとこ嫌ですもん。私の母親ですね、北海道歌志内市っていうとこで育ったんですけど、その母親の夢がですね、雪の降らないとこに住みたいっていう、夢、まあ実の母親の話ですけどね。沖縄、俺ホームレスになっちゃったら沖縄がいいななんてあの密かに思ってるぐらいでして、まあその可能性もなくはないですね。定年退職したら沖縄に住もうなんつって退去して行っちゃう、まあそういう人はですねネットに堪能だからこんなことにはならないと、左翼に騙されたりはしないんですけどね。まあ沖縄のオール左翼が勝つことはもうないんじゃないか。そんなにそんなに70歳以上人口がガンって増えない限りね、まあそうあってほしいですけど、沖縄の皆様、次はデニーを落選させてください、お願いいたします。まあじりじりと減ってますんでね。で70代は左翼割合が多い、8割ぐらいでって言いますけど、今の69歳は違いますから、違いますから。70歳になると自動的に左翼になるってわけじゃないですから。まあね、今65歳で現職市長に投票した人が5年経ったら70歳になりますけど、70代の仲間入りですけど、その人は右派だから、ちゃんと分かってる人だから左翼じゃねえから、つまり年数経っても左翼が増える見込みはないっていうことですよね。佐渡金山世界遺産登録推薦、本年度見送りについて高市早苗政調会長、新潟の後援会で発言、こんな発言したそうであります。金山は江戸時代に独自に発展した産業遺産であり、戦時中とは全く関係がない。これは韓国政府がガヤガヤガジャガジャ文句つけてることに対してでしょうね。関係ねえわと。来年は中国韓国が世界遺産委員会の委員になる可能性があり、必ず本年度中に推薦すべき。23日の国会でほぼ同じことを発言プラス、
日本の名誉に関わる問題だ。本年度中の推薦を見送った場合、国際社会に誤ったメッセージを発信することになりかねない。つまりですね、韓国側の強制労働をさせられた佐渡金山でっていう言い分を認めることになっちゃう。中国韓国が世界遺産隠国になれば歴史戦に持ち込まれることが容易に想像できる。国会で、言ってこれたそうであります。それに対するですね、林芳正外務大臣の答弁なんですけど、韓国への外交的配慮を行うことは全くない。韓国側の独自の主張は受け入れられず、強く申し入れを行った。登録を実現する上で何が最も効果的かという観点から総合的な研究を行っている。今年度の推薦はしないと決めたことはない。などと答弁しておりました。ネットの反応です。じゃあなんで辞めたか説明せえや。まあね、答えになってねっちゅうか、辞めたわけではないみたいなこと言ってごまかしてますけどね。行動が全て、口で何と言おうと無意味。配慮してるように見えることが問題なんだわ。じゃあ見送らず堂々と推薦しろ。見送っておいてマケインの答弁。奴隷だったと嘘つくのは世界中であいつらぐらいだよな。嘘でも何でもいいから先祖を奴隷に仕立て上げたいって異常だわ。本当にね。このまま見送ったら韓国側の主張を認めたっていうことにもなりかねん。まあ、高橋さん心配している国際社会に誤ったメッセージっていうのはこれですよね。岸田はそろそろ日本の国民感情を考える、この野郎という怒りのコメントもありました。外交的配慮を行うことは全くない。でも見送りなんでしょう。口で何言っても誰しもが配慮したと思うだろう。現にね、調子に乗った韓国政府はですね、各国大使に竹島の絵入ったギフト配りまくってんだろう。今年度の推薦をしないと決めたことはない。でもしないでしょ。決めたら決めたで発表してくれるの？しないでしょ。それもなんかね、口だけでその場その場を逃れるという決断だけは早いのね。あと全部検討中だの、考えるだの、考えていきたいだの、きちんとしますだの、時を見て判断するだの、総合的に勘案してみたいな、ごにょごにょ言ってますよね。日本の名誉に関わる問題だ。その通り。独立国家に名誉は必要ですよ。でないと独立保てらんねえもんね。国家の成立条件は領土、領民、統治の正当性。どれが欠けても国家じゃないっすよ。国家の名誉は統治の正当性イコール権威の重要な要素で、これが毀損すると国体が揺らぎますね。なんか自ら嘘つきまくってですね、名誉もくすもねえ国ありますけど、そうだな、日本の左の方に3カ国ぐらいあんな。早く滅びろって感じ。国体の国家の正当性、まあね、独裁してて、一党独裁してて滅びそうな国ありますけど、なんか危うい国ね。まあ嘘つき国家はですね、全部儒教の国っていうのも謎ですよね。孔子は嘘つけって言ったのかって。孔子のせいじゃないですよね。これ孔子の言ったことを曲解して曲解して自分の都合いいようにねじ曲げてねじ曲げて今がある。儒教が影響が深い3カ国、ドイツもこいつも嘘つき国家ばっかりね。名誉も必要ですよね、これね。どれが欠けてもね。韓国に対しては配慮どころか、断るごとに、機会あるごとに小突き回してですね、疲労困憊させるぐらいがちょうどいいんですよ。向こうは日本に対してそうやってんだからね。なんせあそこのね、統治の正当性イコール権威は日本が悪いって大嘘なんでね。これ知らない人いたらぜひ身の回りの方々に教えてあげてください。初代の大統領の李承晩こんなこと言ってたんですよ。終戦しても半島に居座る嘘、居座ってない、悪逆非道な嘘、悪逆非道でも何でもない、居座ってもいない、日本兵を我々が追い出した、全然嘘。終戦してからのこのこ亡命先のハワイから韓国に来たぐらいのやつが李承晩でした。なので我々が半島を統一する1948年大韓民国建国と、まあ、建国理念そのものが嘘と、統治の正当性そのものが嘘、初めからっていう世にも稀な
国家が誕生してしまいました。まあ、国家って言えんのかっていうと疑問があるんですけど、なんせ韓国軍を自分の意思で動かす権限ねえっちゅうんだから、独立国家なのか。あんたらアメリカ慣習じゃねえの。アメリカの属州でしょ。植民地でしょ。って言いたくなんですけど、なのでね、大韓民国っていう国体があるうちは、反日やめませんよ。なんで機会があるたびにですね、小継ぎ回して意地悪して、嫌がらせして、大韓民国っていう国体が崩壊するように仕向けるのがですね、我々にとっての正義であります。だって向こうは、そうしてんだもん。もう何十年も。機会があるたびに日本を小継ぎ回して、金くれ金くれって言ってみたりね。まあこういう国家をですね、横にこういう国家があるっていうのは子孫にとって有害害悪でしかねえから、我々の代でなんとかあそこの国体崩壊させていいなあなんて私は思っておりますけれどもね。北朝鮮にボロボロにされてもいいですし、なんか別な政権クーデターがなんか起きて、文在トラは悪役非道であった。で、その文在トラを倒した我々がここを統治するっていう統治の正当性が変わればね、反日やめんでしょうけどね、そういう国が生まれればね。まあ相手はその辺してんだから相互主義だわ、遠慮はいらんと。で、韓国に配慮するようなですね、議員だのメディアはですね、スパイ防止法なり利的罪なり作ってですね、罰さないとね。そういうわけで韓国っていうのは日本にとって正真正銘の敵国ですからね。なんか機会があるたびに可能な限り小継ぎ回して疲労困憊でやがて崩壊するように仕向けるのが我々にとっての正しい行いじゃねえかと私は思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。